はい、皆様どうも、マフロです。それではデッドバイデイライト行ってみましょう。今日も殺人鬼側で、ドクター、こちら初めてですけどもやってみようと思います。デイリーがねちょうどドクターだったんで、はい、なんか食療法を4回当てるって言われても全然わかんないんだけどね。まあとりあえずやってみれば理解できるよね。ってことで行ってみましょう。妨害系の殺人鬼ですね。こんな感じで ドクター治療モード、治療モード、ショック療法使ってみよう。処刑モード、治療モードでとりあえず苦しめる感じかね。こんな感じでいいのかな。これいつまでショック療法やればいいの。そろそろ処刑モードにすればいいのかな。ああ引っかかっちゃった。足はそんなに速くないね。これ苦しめたらどうなるんだ。さっぱりわからんけど。まあとりあえず遊んでみよう。あれどこだ、これか。喜んでるからいいんだよねこれ。そろそろ処刑モードにすればいいのかな。足早いんだよな、あの人たちが。苦しめられてる。あの人早い、本当に。早いけど、見えてるね。もうする必要ないのか。あれどこ行った。あ、あっちか。いいねドクター。
どっち逃げたか分かるんだもん。あ、違う人だった。あれ、使った。あれ、早いんだよなこの人。素早いな。あら、当たったね。ああ、早い。超早いな、この人。苦しんでる、苦しんでる。よいしょ。治療モードにしとくか。でも随分進められちゃったな。ちなみに、ああ、治療モードだと攻撃できないんだよね。ショック療法になるから。あ、助けられちゃった。あ、死んだのか。もういいかな。あー、見失ったかな。こっちの方行ったな。よいしょ。この人は初の人だよな。早いな。こっち側来るべ。やっぱり。ああ、使った。よいしょ。この人も初の人だな。壊すやつか。見えてる見えてる。ドクター楽しいね。
これどっかにいるな。見失っちゃった。失っちゃったな。見えるのいいね。すげえ見えてるやん。まあ見つけてあれするのが前提だもんね。電撃食らわしとくのが前提だもんね。先に食らわしといたらかなりいいね。よし、あと2人。寄らないとでもあれなんだよな、わかんないんだよな。原因いやーパーク1個しかつけてないので、ここまでやれるんだったらかなりドクター強いんじゃねえかな。まだレベル5ですからね。おそらくこっち側にはいないっていうことか。もう逆行ったかな。近くに行けばとりあえず反応は出るはずだから。見えた。よいしょ。この人多分電流浴びてない人だよね。あそこ遠かったかな。やばいやばい。あ危ない。あやっぱり。逃げられちゃった。やっぱり遠かったね。でもこの辺いるはずなんだよな。ないか。壊しとこ。あと一人は確実にやりたい。食らってるはずだから。さっき吊るした人は全くなんだもんね。あ、いた。
た電流食らってないはずなのに結構見つかるな。逃げられた。逃げるのはうまいんだなあの人。声が近くにいるな。出血中。あ、治った。あの自己回復できる人か。厄介だなあの人。治療モードにして電撃食らわしとけばよかったな。もう一人はな全くいなくなっちゃったけど、どこ行ったんだろう。この辺にいないか。絶対この辺にいるはずなんだよな。ここだってもう少しだもん。こんな大事なところを見逃すわけがない。絶対近くにいるはずだ。適当に電流やってみる。クリアしたやつ。これ何回壊せるんだろう。そっか。近くにいると思うんだよな。いやー、3回ほど見逃したのが、見失ったのがいた。やっぱり。もう少しのところはやっぱり、そりゃ執着しちゃうよね。もう少しのとこだもんね。
人は一番厄介な人が、あ、あらら、一番厄介な人が残ってるもんな。あの人もでも あと1回吊るせばいけるかな。隠れてたりしない。俺だったらこの近くにいるな。向こうかな。いや、こっちだ。あ、出られた。よし、まあとりあえずデイリー取れたからいいか。いや、ドクター結構楽しいですね。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。